こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。2020年版資産ランキング。8資産の成績順位表から学ぶべきポイントを解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。1月7日、三井住友トラストアセットマネジメントからこんなレポートが出ました。これですね。2020年の各資産収益率、株式、為替市場の振り返り。 こここのの中にに宝の地図が載っていたんででで皆さんんご紹介しますこれですすれれねじゃーんとこれですあまりにカラフルすぎてこれを見てもねどこを見ていいかわからないっていう人が100人中280人ぐらいいると思いますんでこの宝の地図の読み方を解説します小説でも映画でも昔から宝の地図っていうのは金銀財宝を求め続けてきた冒険者にしか読めないものです。 知識のない普通の人には読めないのが当たり前なんですね。なんでこの動画では、宝の地図の基礎知識、宝の地図から分かる3つのこと、財宝にたどり着くヒント、この3つについて解説します。宝の地図の読み方を伝授していきますんで、この動画でしっかりと知識を身につけて、自分自身の力で宝の地図を読み解けるようになってください。ということで解説いきましょう。宝の地図の基礎知識からですね。まず、この宝の地図ってそもそも何のグラフこれからいきましょう。まずはこの点についてですね。 このグラフは8つの資産クラスにおける年度ごとの順位表です。8つの資産クラスっていうのは何かっていうとこういうやつですね。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート。リートっていうのは不動産に投資するファンドなんで、まあ、不動産だと思ってください。国内不動産、そして海外不動産ですね。もし皆さんがそれぞれの資産クラスに1年間投資していたらお金はどれだけ増えたのか。 2020年の順位表を見てみるとこの通りですねこんな感じです上から順番ですね1位は新興国株式の12.1%米国株最強っていうニュースが多かったんで先進国株式が1位なのかなって思っていたんですけど意外にも新興国が1位だったんですねそして2位は先進国株式の10.2%米国だけではなくヨーロッパなども含んでいます米国だけだったらもう少し成績が良かったんですけど低成長のヨーロッパを含んでいたんでこの順位になりました 3位は国内株式のプラス7.4%ですねつまり日本株式ですね新興国や米国などには劣る成績でフィニッシュですでこの時点で日本株やっぱりダメじゃんって思った人こそまさに今日この動画を見る意味のある人です口述しますね上位1位から3位金メダル銀メダル銅メダルは株式が独占してるんですけど4位から6位は債券ちです4位先進国債券のプラス 5.9%5 位国内債券のマイナス0.8% 6位新興国債権のマイナス3.0%ちなみに国内債権がマイナス0.8%ってなったのは2003年以来17年ぶりのことですマイナス運用にならない鉄板の運用先だったのについに陥落しましたね今の時代安全な運用先はないっていことですね下位7位8位はリートでした7位海外リートのマイナス 12.2%8 位国内リートのマイナス13.4%ですね 金融リテラシーが高い人たちは各資産クラスの特徴をしっかり押さえていて毎年の順位もおぼろげながら意識しているものです皆さんもこういう順位表があるんだなってことをぜひ認識しておいてください次8つの資産クラスって具体的には何に投資しているのこれについて話していきましょう一言で資産クラスって言ってもその中身が何なのか気になりますよね今回紹介した宝の地図の下の方にこんな欄がありますここですねこれです ここを見るると各資産クラスの正体が分かるんですね例えば2020年に栄えある成績1位を獲得した新興国株式の正体は MSCI エマージングマーケットインデックスですねこのインデックスは中国インドブラジルなど新興国27カ国を対象として約1,400の上場企業大型中型株で構成されていますざっくり新興国株市場の時価総額の約85%をカバーしているんですね 新興国のの大企企業、業中堅企業の積み合わせパックみたいな感じですアリババとかテンセントとかサムスンとか名前ぐらいは聞いたことあるかもっていうそういう企業が入ってますね成績第2位だった先進国株式の正体は MSCI 国際インデックスですこのインデックスはアメリカイギリスドイツカナダなど 日本を除く先進国22カ国を対象として約1300の上場企業大型中型株で構成されていますざっくり先進国株式市場の時価総額の約85%をカバーしているんですね先進国の大企業中堅企業の詰め合わせパックみたいな感じです Google Apple、f a c アップルフェイスブックアマゾンマイクロソフトテスラといった多くの投資家が大好きなイケイケの株が含まれています第3位の国内株式はトピックスに対応しています 日経平均株価はファーストリテイリングなど株価の高い銘柄に影響されやすいんで資産クラスの順位を見るときにはトピックスが使われることがほとんどですねこんな感じで8つの資産クラスにはそれに対応したインデックスが設定されています4位の先進国債権は FTSE 世界国債インデックス 5位の国内債権は野村 BPI 総合っていうインデックスですね。そして6位、新興国債権は JP モルガン、ガバメント、ボンドなんとかみたいな長すぎるから以下略です。そして7位、海外リート、S&P 先進国リート指数2本除く。8位、国内リートは東証リート指数。これらのインデックスは資産運用の世界ではメジャーなものばかりなんですね。流行りすたりの激しい投資の世界で生き残ってきた。面構えの違うやつらですね。 まだ資産運用の経験が浅い方々にとっては MSCI エマージングマーケットインデックスとかね MSCI 国際インデックスとかトピックスとかもう学長わきわワから謎の呪文唱えるのやめてやって思うかもしれませんが投資家としてはこの言葉に親近感を抱くようになったら一人前です。 皆さんには好きな俳優女優推しのアイドルの名前を出すのと同じ感覚でインデックスについて語ってほしいなって思います。俺たちのアイドル MSCI 国際って 48! みたいなねそんな感じですかね。次宝の地図を見るときの注意点いきましょう。さてこの宝の地図を見るときには注意点が2つあります。この表に載っている成績は実際には手に入らない。そして為替の影響これを説明しておかないと後々皆さんが遭難しかねないんでしっかり聞いてください。 まず一つ目。この表に載っている成績は実際には手に入らないについて。これは、インデックスの成績と、インデックスに連動したファンドの成績は一緒にならないって意味です。で、言葉だけで聞くとね、急に学長がイタリア語喋りだした。もう意味わからん。今日の動画はもういい。寝る。みたいなね。そういう人がほとんどですよね。見る方が手っ取り早いんで、こちらをご覧ください。これですね。この表です。アメリカの MSCI 社が公表している MSCI エマージングマーケットインデックスの成績表です。 これを見ると2020年の成績は18.31%って書いてありますね。これがインデックスそのもののね、成績です。この数字をまず覚えておいてください。次にこのインデックスに連動したファンドを見てみます。世界最大規模の資産運用会社、ブラックロックっていう会社が作っている EEM っていうファンドがあるんで、そこのホームページを見てみるとこんな感じです。これですね、この表です。インデックス18.31%って書いてありますね。 これが先ほど皆さんに覚えておいてくださいって言った数字です。ちゃんと一致してますね。でも、その上には、トータルリターン17.56%って書いてあります。ここですね。これが EEM っていうファンドの実際の運用成績になります。あれって思いませんか ?18.31%、インデックスは18.31%だったのに、実際のファンドの成績は17.56%に成績が下がっちゃってますよね。インデックスに連動するはずのファンドなのにって思いません これがインデックスの成績イコールファンドの成績ではないっていうことの意味なんですね。実際に運用をしてみると株式の売買手数料がかかったり為替手数料がかかったり運用する人たちの人件費がかかったりいろんな、ね、資産運用をしていく上でコストがかかるんですね。だからインデックスそのものの成績よりもファンドの成績の方が悪くなるっていうことが普通なんですね。 それじゃいまいちわかんないよまだわかんないよっていう方はざっくりねスーパーの野菜詰め合わせパックを買いたいんだけど自分じゃ買えないから誰かに買ってもらうわけですよねでこのスーパーの野菜詰め合わせパックを実際作ろうと思ったら購入しに行ってもらう人のコストがかかったりアメリカのスーパーなんだったら為替コストもかかったりとかね実際には手数料とか手間賃分ねリターンが下がっちゃうとまあざっくりそんな感じで思ってもらえたらいいかなと思います注意点二つ目為替の影響について 今日紹介した宝の地図では新興国株の成績は12.1%でしたよねでも先ほど見たインデックスの成績そのものは18.31%でしたおいなんだこれ詐欺かよって感じるぐらい差がありますよねだってインデックスは18.31%の成績があるのにそれに連動するはずのファンドを買うと12.1%っていうね なんでこんなに差があるのかっていうと18.31%はドルベースでの成績で12.1%は円ベースの成績だからです要するに為替でやられて約6%もリターンが小さくなったってことですねアメリカのスーパーにお弁当詰め合わせパック買いに行ってもらったらね為替コストでめっちゃ損しちゃったみたいな2020年は1ドル108円から1ドル103円ぐらいまで5円近く円高が進みました それだけでこんなに成績が悪くなるんだから、為替リスクは決して小さくないってことがお分かりいただけるかなと思います。だからこそ、日本で円を使って暮らす私たち、僕たちは分散して、円でのキャッシュフローを増やすのも大事なんですね。だからアメリカのインデックス投資だけじゃなくって、日本での高配当株であったりね、円でのキャッシュフローを増やすような、そういった日本の不動産とかそういった投資をしてる理由がこれなんですね。 資産クラスの順位表は世の中いろんなものが出回ってるんですけど各資産クラスはそもそも何の指数に連動しているのかこれは表の注意書きを見ると書いてありますそして円建てなのかドル建てなのかその指数に連動しているインデックスファンドの成績はどんな感じなのか同じ指数に連動しているインデックスファンドはたくさんあるんですけど多くのお金を集めている人気ファンドを見れば OK ですこういったところまで見られると素晴らしいなってそういう風に思いますね初心者からかなりねレベルアップですね 次に宝の地図から分かる3つのことをいきましょう。宝の地図の基礎が分かったところでお待ちかね。宝の地図の読み方のお話ですね。この地図からはざっくり3つのことが読み取れます。連続1位を取るのは難しい。連続でビリを取り続けるのも難しい。1位を当てる自信がない。でもビリを取るのは嫌な人はバランス型っていうねこの3つなんですけど1つずつ解説していきます。まず宝の地図から分かることその1。連続1位を取るのは難しい。 見るからにこの地図ですねめちゃくちゃにカラフルで色とりどりですよね統一感がないじゃないかってデザイナーさんだったら怒られそうですねこれはつまり収益率の高い資産が毎年全く異なっているってことなんですよ収益率ランキングが毎年同じ感じなら虹のように綺麗な形になるはずなんですね1位を取る資産クラスについて見てみると5年連続どころか2年連続でさえ1位に輝いた資産クラスは1つもないんですねだから これに投資しておけば、毎年最高効率で資産が増えていくぜみたいなね、そんなおいしい資産クラスはないってことです。例えば、国内エリート、2016年1位でした。ここに投資すると、2017年は8位なんですね。ビリですよ。新興国株式、2017年には1位でした。ここに投資すると、2018年は7位でした。ビリから2番目ですよ。こういったことは決して珍しくありません。 今年一番収益が高かった資産クラスの情報に踊らされて自分が持ってるしょぼい成績のものを売って去年一番成績が良かったものを買うっていう感じで乗り換え続けてもあんまり嬉しい結果にはならなさそうですよねこれが宝の地図からわかる一つ目のことです今絶好調の米国株もいずれ順位を落とすんでねここは覚悟しておきましょう宝の地図からわかることその2連続でビリを取り続けるのも難しい 今度は反対に収益率ビリの資産クラスに注目してみます。こちらもやっぱり2年連続でランクインした資産クラスはないんですね。参考資料、この感じです。またゆっくりね、止めてみてください。もし、前年ビリだった資産に投資したとすると、先進国債券2016年8位に投資したとしましょう。そして、2017年は6位です。国内リート、2017年8位、ビリでした。そして、国内リートに投資して、2018年は1位になってるんですね。 国内株式2018年8位に投資すると2019年は4位です国内債券2019年8位でしたこちらに投資すると2020年は5位でしたという感じで結果はバラバラなんですねダメなやつはずーっとダメなんだとか前年ダメだったやつが翌年優秀なんだとか分かりやすい傾向が出てくれればこちらも楽ちいなんですけどね宝の地図はそんなに分かりやすい道は示してくれません宝の地図から分かることその31位を当てる自信がない でもビリを取るのははいっていう人はバランス型学長こんなカラフルな宝の地図じゃ今年の1位当てられないよってこんな声が聞こえてきそうですが今年の1位は僕にも分かりませんそれを教えてくれるのはガチの占い師と詐欺師だけですねでも未来の読めない僕にもビリにならない資産なら教えることができるんですねそれがバランス型ファンドですこれですね JP モルガンがが作っった順位表を見てみるとその安定性がはっきり分かりかますね。 この図でいうバランス型は先進国株式30%、新興国株式10%、先進国国債30%、米国ハイイールド10%、新興国国債10%、米国リート10%が含まれているんですね。まさにバランスのいい資産配分ですね。いろいろな資産クラスが混ざってるんで、1位になることも、ビリになることもないんですね。 宝の地図をじっと眺めて1位になる資産クラスなんて当てられないけどビリになるのだけは嫌だってこう思った人にとってバランス型は検討予知なる投資だけだっていうことです次に財宝にたどり着くヒントについて話していきましょうさてここまでの話を聞いて学長わかったよ宝の地図が示す財宝はバランス型なんだねって思った皆さん違いますそれは偽物の宝箱ですまあバランス型はミミックほど悪いものではないですけどね僕のおすすめというわけでもありません なぜなら僕は単年度での成績にはほとんど興味がないからです。僕は自分の投資目的リスク許容度から考えて15年20年単位で見た時にトップレベルの成績を収める資産クラスに投資したいと思っています。そしてそれはやっぱり米国株かなって考えてます。 米国株の魅力や優位性は過去何度も伝えてきた通りです、ね、とはいえもちろん他の資産クラスが長期的に1位を取る可能性もあるんで米国株が1番っていうメインシナリオに沿って米国株メインで投資しつつ他の資産が勝つかもっていう可能性も考えて他の資産もトッピングしておくこんなスタンスでやっているってわけですねつまり宝の地図が教えてくれた財宝にたどり着くヒントは単年で1位かどうかなんて気にするなと1位を取り続ける可能性は低いからと 単年でビリかどうかなんて気にするなと。ビリを取り続ける可能性は低いと。単年で無難な成績なんて狙うなと。一年ごとの成績にこだわりすぎて自分の投資機関の目線を忘れているぞということですね。毎年投資成績が1になる資産クラスを当てたい、持っていたい。一見まともに見えるこの発想が財宝から遠ざかりかねないアイデアなんですね。 毎年1位を取り続けるものは存在しないんだっていう現実を知っておくことが財宝にたどり着くヒントになります結論どうしても単年度の成績が気になるっていう人はバランス型のポートフォリオを組めばいいと1年単位で見た時に1位が取れない代わりに絶対にビリにもならないからですねメンタル的には非常に付き合いやすいです資産を大きく毀損したくない人 だけどポートフォリオのバランスを自分で決められない人は選択肢の一つにはなるかなと思います。単年度の成績を気にしないでいられる人は自分の考える投資期間の中で最も成長性が高いものを選べばいいそれをメインにしながら想定外の事態に備えてリスクを分散するための何かをトッピングすれば OK と結局今まで伝え続けてきた通りの内容になりましたね資産運用の世界ではいろいろなところにいろいろなデータが転がっています。 これらを上手に組み合わせて最も自分が腹落ちする投資スタイルを見つけられたら皆さんが財宝を手にする日は相当多くないのかもしれません重層的に知識を積み上げていきましょうまとめいきましょう自分の投資目的リスク許容度に合ったポートフォリオを組んで航路を守ろう2021年1月に公開された最新の資産クラスの順位表を解説しましたこちらですねこれですまたゆっくり留めてみてくださいこのグラフは8つの資産クラスについて年度ごとの成績順位を並べたもので 各資産クラスにはそれぞれ対応したインデックスがあります各インデックスは資産運用の世界の有名どころばかりでその内容推移については定期的にチェックすべきものです注意点としてインデックスとインデックスファンドは違うんでこの成績表の数字がそのまま皆さんの投資成績になることはありません有料なインデックスファンドほど成績差は小さくなりますまた為替リスクは決して小さくないんでこういった順位表の数字が円建てなのかドル建てなのかよく注意して確認してください この順位表を見ると次の3つのことが分かります連続で1位を取り続けるのは難しい2年連続すらほぼ無理連続でビリを取り続けるのも難しいバランス型なら1位にはなれないけどビリにもならないだったらバランス型イコール財宝かって思ってしまうところなんですがそれは単年での成績にこだわりすぎて罠にはまってしまってるんですねこの宝の地図が教えてくれることは自分の考える投資機関の中で最も成長性が高いものを選ぶ それをメインにしながら想定外の事態に備えてリスクを分散するための何かをトッピングするそして一度決めたらあまりガチャガチャ動かすなとこれぼったくりファンドは除きますよっていうことですねもし皆さんが自分の投資目的リスク許容度をしっかり把握して自分の投資期間に対応したバランスの良い,いポートフォリオを組んでそれをガチャガチャと動かさずにいられたらいずれ財宝を手にすることができるでしょう 以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。お金の大学本出てますんでね、ぜひ手に取ってみてください。オンラインコミュニティ、リベシティも運営してます。非常ににぎわってきてますね。学長マガジン、なかなかね、人気コーナーなんですけど、結構ツッコんだ話とか、投資の話とかね、最新の話も常に話してますんで、興味のある方はこの動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。皆さんは価格だけに目を奪われて、ひたすら成績の良かったものを買い続ける。 ひたすら成績の悪かったものを売り続ける。こういった悪手、悪い手を取らないように気をつけてもらえたらいいなと思います。今調子のいい資産もいずれ下がるときが来ます。一方で今調子が悪い資産もまたいいときが来ます。短期的に見ずに長期的に腰を据えた資産形成をしていきましょう。そして投資との距離感はほどほどに貯める力や稼ぐ力を磨いてバランスよく5つの力を鍛えていくことが大事です。ということでこれからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も。 ありがとうございました投資だけじゃなくビジネスや人とのお付き合いも短期的にじゃなく長期的に見ていきましょう。いってらっしゃい